はい。令和6年10月13日日曜日です。えー、2日ほど前の記事なんですが、漫画のですね、王様ランキングの作者、東花壮介さんですね、えー。この方を誹謗中傷したということで、無職の女性がですね、えー、まあ、書類送検されたということです。何でもそのですねマン、漫画を読んだ後にですね、えー 新刊を読んでみた面白いんだけど、独りを不快な気持ちになるのは何でだろう作者がネットウヨだからとかですね、えー。好きな漫画を真似していると思い、作者に対して怒りの感情を持ったと。まあ、誹謗中傷したということですね。えー、まあ、この東日宗介さん漫画家なので、それを誹謗中傷した件が、あおまわりさんに書類送検されたということなんで、えー、まあ、 コメントね、いろんなところする方いますけども、あまり過激なコメントは本当に避けてもらいたいですね。